旧型より車内の空間が気持ち広くなっているのですごく居心地が良かったです。それとメカニカルなデザインがね、とてもこうドライブ心をかきたててくれるので遠乗りしたくなりますね。それと、特に夜がいいんじゃないかなと思うのはアンビエントライトが車内をとてもこうムーディーに演出してくれるので、いい音楽を聴きながら例えば高速とかを走ったら気持ちいいんじゃないかなと、飽きないんじゃないかなと思います。第2世代の ISG が搭載された C クラスということで、僕も少し運転させていただいたんですけど、本当にその走りの滑らかさに驚いたというか驚きを通り過ぎて感動しました。本当にエンジンの始動時から変速時までこう滑らかに車が体を運んでくれるというイメージで、一人で運転するのはもちろんですけど人を乗せて、運転する際にも優しさはすごくいいんじゃないかなと思いました。それからものすごく小回りが効くので、カーブはすごく楽しいし駐車車庫入れ苦手な人も安心かなと思います。ディスプレイが大きくてとても使いやすかったです。それと絶妙にこうドライバーの方を向いてるのがいいですね。最初今日 C クラス拝見して外見すごくスポーティーにシフトしたんだなっていう印象がすごく強かったんですけど、いざ車内に乗り込んだ時にシートがこう体を包み込んでくれる感じとかインテリアのデザインもそうですけど、すごくラグジュアリーな感じも、受けて、あ、その2つってこう両立できるんだっていうのはすごく意外だったのといいなと思ったところの一つでした。今の時代として、僕らの業界もそうなんですけど、俳優の仕事や芝居のお仕事一つこうすごくできればっていうよりも、なんかこうもっとたくさんのことを発信していくことがすごく求められている時代なような気がして、そういった中で僕も、役者の仕事はもちろんですけど、語学の番組だったり旅に行ったりとかっていうことはいろいろこうチャレンジしているんですが、やっぱりそうい こう時代の中でたくさんのものを取り入れなきゃいけないんだけども、そんな中でも無駄なものとかっていうのは僕は割と洋服とか、車もそうですけどデザインに関しては、これって本当に必要なのって思っちゃうところが結構多いんですよね。だからその時代性としてたくさんの物事をこう取り入れなきゃいけないんだけれども、一切の無駄はこうそぎ落としていく、そういうなんかこう洗練された C クラスの佇まいっていうところは今の時代のその役者としての前川泰之の立ち位置にも生かせるかなっていうふうに見ました。